今回はテキストで出されたファイルですね、データでいいんですけど、Excel との関係についてちょっとしたトリビアな些細な話なんですけど、それをしたいと思います。例えば、このようにですね、データが出てるとします。でこれが空白で区切られているとします。そして空白で区切られているデータというのをですね、コピー&ペーストしますと、こんな風に Excel でなってまして、セルに分けてくれません。でこれ非常に不便なんですね。でちゃんとやるにはもうわざわざ開いて、どこのところからデータ開くかっていうのをやらなきゃいけないんですけど、フォルダ数がですね大量にあって、で階層も例えばフォルダ開いて、さらにまたたくさんの中にフォルダがあって、さらにまたそのフォルダがあってっていう風に辿っていくのが大変めんどくさい時もあります。でその時どうするかっていうことなんですけども、そういう時は実はですね、タブのデータですとExcel はちゃんと区切ってくれるんですね。ですから例えばここでタブと入力して、でここのタブの部分をコピー、コントロール C でコピーします。で地下、これどんなワードパッドやメモ帳でもいけるんですけど、で空白のところに、この置換するところに空白入れて、でここの置換後の文字をコントロール V でタブのやつを貼り付けます。それでもうここの間どうしようかな、いくつ空いてるかな、ここの間が 1,2,2 個2個空いてる、2個にしときましょうか。2個にしときましょう。で、全て地下にします。そうするとこういうふうにタブのデータになりますんで、これをコントロール A で選択して、コントロール C でコピーして、で、コントロール V でペーストします。そうするとこのように、きれいに分かれたデータが出てくれます。ちょっとコツがいるんですけどね、さっき空白2個入れたのは、空白1個だとなんかここの最後の部分が変な形になってしまったんで、うまくいかなかったんで変えたんですけど、こういうふうにやればいけます。で、桁数がこれいくつか出てませんね。そういう時はもうここにあるこれを使って桁数表記したり、あとはここのセルの、形式をセルの書式設定とかですね。で、数値どこまで、許容するかとか、配置どうするとか、折り返して全体表示とかいろいろありますんで、文字とか特にこの折り返して表示ってしますと、横長じゃなくて例えば折り返して出たりします。ちょっとやってみましょうか。これもちょっと大した些細なことなんですけど、よくあります。例えばこういうふうにしてこういうデータがあります。こういうのではなくて、ある範囲内に収めたいということがよくよくあると思います。でそういう時はセルの書式設定で折り返して表示するっていうのにすると、こういうふうになってくれると。そうですね、これも習ってる人は習ってるんですけど、知らない人は知らないですね。でなおかつこういうことを要求されることもありますんで、こうやってやっていただければと思います。あともう一つは、これも授業で習うかもしれないんですけども、こうやって計算の式を書くとします。で例えばこうやってドラッグすれば全部形式的に例えばここだったらこの次の行にしてくれるんですけど、値固定したいときくらいいます。で固定したいときはこのダラーのものをつけると、つけたところの D っていうところが必ず固定されると。でここの1も固定したら D1 にしたかっていうのにしたかったら、こういうふうにつけて、やれば固定されます。これも大したことではないんですけども、知っておくとかなり便利です。どこまで授業で教えてくれるかなんですけどねあとは教科書を読んだりとかすると、なかなかそういう使い方っていうのもね、技術的なことなの でこういうふうにちゃんと数値を固定したりするっていうことを覚えておくと、もういろんなことができるようになります。マクロも使えればもっといいんですけどね、そこまではやらなくてもこれだけの操作で、これだけを知ってるだけで結構いろんな応用が効きますので、こういうことを知ってやっていただければと思います。で、ですね、そういうことをちゃんとやれるようにすると、例えば、ゼム3なんかですと、またやっちゃったな。こんなふうにタブのデータが出ます。タブで区切られてます。なので、これを全部コピー&
コントロール全体指定して、コントロール C でコピーして、で、ここにコントロール V で出してやると、全部セルで綺麗に区切れるんですね。ですので、ここの下のシートをさらにプラスして、で、ここに、前のシートに対する、式を書き込むわけですね。いろんなやつ、いろんなもの。というふうにしたりするわけです。で、どんどん次のシートに、いろんな、データを処理した結果やグラフ作った結果を出していったりして、で、データをこの、選択してコピースペースするだけというようなのにしておくと、もう例えば ZEM3 だったら、もうこのさっきの出力ファイルをここにコピースペースするだけで、次のページではもう、いろんなものが解析し終わった結果が出てきて、でさらにそれをコピースペースして E ゴールファイルに入れたりできるっていう風なものを作ったりできます。まあ Excel でちゃんとしたデータ作ってもらったりとか、あとスマホっていう有名なプロットソフトがあるんですけど、そういうものを使ったりして図を描いたりするってことですね。こういう方法をして、コピー&ペーストだけでいろんなものが、いろんなことがもう一瞬でできるように、していただければと思います。いちいち、なんですかね、細かい作業をやっていては時間かかりますし、短時間ですぐに終わる方法というのを、効率的な、実験方法と解析方法を使ってもらって、最も重要なのは、解析するっていうことも大事なんですけど、解析したデータを議論したり、次に、どのような研究結果が立てるかと、で、あと勉強してさらにもっと良い方法を探すっていったものに注力することが大事です。こういった技術的なことっていうのは、研究者としてはもう本当に一番基礎の基礎っていうか、もう空気を吸うようにどん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 さささっとやっていけるようなことにならなければいけません。で、そういうのはちゃんとこういう方法を、知っておいて、それでもうすぐにコピー&ペーストで全部系データが解析できるような形で、あとボタン一つで全部図ができるような省力化をして、で本当にやるべきことをしっかりとやっていって、研究進めていただければと思ってます。皆さんには、まあ、ちょっと最後の方が長くなるんですけど、これから研究者を目指す人もいると思いますけども、こういった基本的な技術ですね、しっかりと若いうちに、確立しておいて、それで解析、ね、図をプロットしたりとか、あとはオフセットかけたりとかいうことに、もう時間をかけずに一瞬で済ませるようにしてもらえればと思います。本当に大事なことはこんなデータを解析することではないです。言い方は悪いですけど、データを加工して図にすることではないです。そのデータから何を引き出すか、そしてどうやって議論するか、そして分かりやすいものを、提供して皆さんどう議論していくか、そして常に勉強できる環境になるか、そういうのをちゃんと作っていかなきゃいけないです。だからですから、もう研究室で、もし研究室がフレンドリーであれば、他の学生さんともね、協力していただいて、それでちゃんとした効率的です、どんどんと、ね、研究が進むような、なので新しい知識を入れて、もっと良い、ね、研究ができるようなもの、研究室を目指していただければと思います。それはちょっとね、この積極臭いことになっちゃうんですけど、なんですかね、研究者と生き残れなかった、ね、人間からの、ね、アドバイスです。これからの人は本当に頑張ってください。こういう些細なことですけど、あるとな、こういうことを知ってるか知ってないかでだいぶ違ってきますので、こういう知識を生かしていただければと思います。では以上で終わります。